2023年8月14日ですね。お盆の真ん中、今日からですね、これから、娘の引っ越しがあるんでね、千葉に、これから千葉にね、向かいます。現在、午後2時40分ぐらいですね。まあフル高速で行くんですけど、まあ今年ね、そう、あのお盆の間もそうだったんですけど、まあ割引がないと、今日まあ普通の日ですからね、今日基本的にはね、平日なんで、どっちみちまあ割引はないんだけれども、まあとりあえずね、早番の仕事終わってですね、まあこう早い時間に出れたんでよかったという感じなんだけれども、お盆休みが結構分散しててね、でその台風が近づいてるという影響で、なかなかこう上りの高速道路も混んでるらしい話、昨日からも混んでるという話なんだけども、まあ ね、これからの状況がどうなのか、まあ移動記録という動画をですね、毎回毎回上げてるんだけれども、まあ、千葉までの道中、ところどころね、パーキングに寄ったり、まあ、ジャンクションとか通るときにね、まあ、どんな感じの状況かですね、まあ、記録に残していこうと思っておりますので、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。行ってまいりまーす。こちらは三条つばめインターになります。 JR の駅はつばめ三条なんだけどね、高速道路の入り口は三条つばめと逆になるというね、謎のね、謎のこの、なんだろうね、大人のあれでしょうかね、はい、三条つばめ、これも ETC のゲートができたから三条つばめってこれほとんど見えないね。はい、ETC 一般の方から入ります。三条つばめインターから入りますよ。お、ちょうど E7 系新幹線が通ってますね。見えますか？ほとんど見えねえか。はい、東京富山方面に向かいます。さあ行きますよ。300キロからの道のり、ゴールは千葉県船橋市ですね。娘が千葉から千葉に引っ越すのでですね、その手伝いでこれから向かいます。外は快晴、台風が近づいてるらしいけど、意外と風の影響はなさそうな感じですね。どう、まあね、向こう方面行く車いっぱいいますね。どっかしらで絶対に渋滞にははまると思う。そういう覚悟で行きます。いやいや、なんかちょっとワクワクしますね、やっぱりね。まあ、仕事にね、明日明後日行かないというだけでもすごくテンションが上がるけれども、左側は燕三条駅ですね。近年、まあ、綺麗に塗り替えられてね、非常にね、外壁が綺麗になりましたね。いやー、順調に行けるといいな、楽しみですね。右側にね、作ってる大きな建物はですね、外壁が見え始めましたね。三条のね、看板も出てきた、基幹病院ですね、新潟県慶応基幹病院ですね。済生会って書いてあるから、済生会もここに移るのかな。大きな病院ができますよ。いやいや、最初はテンション高いんだけどね、だんだんくたびれてくるからね、まあ、口数が減ってくると思いますけどね、まあ、頑張って向かっていこうと思います。走り始めて1つ目のジャンクションですね。北陸道と関越道の分かれ目、長岡ジャンクションになります。まあ、東京方面当然行きます。まあ、北陸の方とかね、妙高とか行くときはね、ここのジャンクションから富山方面に行くんだけど、今日は関東方面、とりあえずね、ここまでは結構車たくさん走ってたんだけど減ったね、そんな感じ。まあでもこの先どうなるかね、分かんないけれども、まあまあね、マイペースで向かっていこうかなと思います。安全運転ですね。山々の景色はなかなかのもんですね。魚沼市に入ってきましたよ。まだまだ新潟県は長いけれども、なかなかこういうね、山あいのこういった景色もなんかいいですね。自然を感じてね。魚沼市、お米の美味しいとこでございます。まもなく堀之内インターだね。まだまだ新潟県続きます。いい景色、やっぱり昼間走るのいいね、楽しくてね。すごいいい天気ですね。右側にはスキー場が見えてきますね。これ何スキー場かな。はい、そして一発目の休憩こちらで取ります。まあトイレ休憩ぐらいかな。石打ちですね、塩沢石打ちパーキングに入りますよ。まあ大体来るとき、向かうときね、大体ここで1回目寄ったりするかなってとこですね。うわ、パーキングはやっぱり普段は結構空いてるようなパーキングだけど、今日は混んでるね。どこ止めようか、空いてた、ここにしようか。はい、到着です。混んでる、塩沢石打ちパーキングですね。まあ、一応食べるところもあったり、
あとはですね、まあ、トイレとお土産物なんかが売ってたりするところかな。なんかちょっと人がすごすぎて取れないね。はい、いやー中すごかったっすね。混んでもうね、レジとかめちゃくちゃ並んでるし、これもう車も止める場所ないぐらいだからね。いやー恐ろしいね、やっぱりお盆のね帰省。これこの先ね、一応なんか花園から渋滞になってたから、まあハマることはハマる絶対に。まあとりあえずね、まあね、まあ、山にね進んでいこうかなと思います。石打ちパーキング後にしようと思います。あースキー場とかね、ほら多分これロープウェイとかあるとこだったかな。また先か。なかなかこのね、いいですね、リゾート地な感じがね素晴らしいですね。はい、関東を目指して先へ進みますよ。天気は最高。右前方分かりますかね、ガーラ湯沢が見えてきましたね。過去にねこのスキー場で、滑ったことあります。なかなか面白いスキー場でしたね。新幹線の駅からねそのままダイレクトにね、なんていうのね、ゴンドラに乗れてそのままスキーができるっていうね、まあバブルの時のね、本当にバブルの時に作ったって感じはするけどね。まあ、夏場はまるっきり稼働してない駅になりますね。ガーラ湯沢駅っていうのはないですね、確かね。でかいね、でもね。過去動画にね、上がってますんで、ぜひね、ご覧いただければと思います。左側には川が流れてるんだけど、なんかキャンプみたいなしてる人がいっぱいいますね。そしてまあ正面に見えてきたのはね、屋上のところにビクトリアって書いてあるから、多分ビクトリアが持ってる保養施設なのかマンションなのかわからないですけどね、まあ高層のね建物が建ってますね。この辺は湯沢インターですね。リゾートマンションなんかがね立ち並ぶところのね、ですね、今どうなってるんだかね、リゾートマンションもね、だいぶなんか価格が本当に、ね、下がっちゃってっていう話は聞いたことありますけれども、まあいいとこですよね。東京からのアクセスが非常にいいところでございます。あーすごい、これビクトリアの何なのかね、寮なのかな、わかんないけど、タワー湯沢って書いてあるね。野球場なんかもある。山の天気は変わりやすいとか聞くけど、急に雨降ってきましたね。湯沢インター過ぎて間もなくのあたり、故障車かなあれ。おお、そして雨、びっくりしますね。おお、なんか急に天気が変わるとね、わあなんか外人さんだったな、真っ黒の、壊れてんのかな多分。路上故障っぽいねあれね。渋滞に巻き込まれなくてよかったけど、間もなくね関越トンネルになりますね。もうちょい先か。すごい急にかけてきたからね、びっくりしますね。やっぱり山の天気変わりやすいとか聞くけど、はい、土樽パーキングを過ぎて間もなくね関越トンネルの入り口になります。これね、三国峠をね丸々このトンネルで抜ける感じのねトンネルです。11キロぐらいあるんですよね。非常に長いトンネルでございます。このトンネルの中でね、県境があります。群馬県との境がねちょうど真ん中よりも向こうぐらいのあたりかな、でね、県境になりますね。まあ車は結構やっぱ多いっちゃ多いからね、まあ関東の方で、まあ、埼玉あたりからね多分使い始めるんだろうなと思いますけど、今のところはまあとりあえずね順調には走れてる感じではございますね。両方書いてあるからね、まあ、ちょっと一瞬だからあまり分かりにくかったかもしれないですけど、群馬県に入りました。いよいよ、ね、新潟県抜けました。すごい長いね新潟県は。やっぱりねまだまだトンネルは続きます。まだ半分くらいかな。非常に長いトンネル、まあ、とりあえずトンネルの中は順調。11キロのね長いトンネルようやく抜けます。まあ順調だったけど車多いね。そしてまあ出たところにねすぐあるパーキングが谷川岳パーキングになりますね。雨かな、もしかして。雨っぽいね。ああ
ちらっとちょっと谷川岳も寄って水汲めたら水汲もうかなと思って、あの谷川岳のね天然水が、天然水なのかな、あね、ね、ずっと出てるんで、そこで天然水を、まあ、ペットボトルに1本大体こういつも汲んで、ね、飲み水にしたりするんですけども、雨がやっぱりこっち降ってるんだね。新潟はあんな快晴だったのにこんなに違うもんかと思うぐらいな感じですね。こちら谷川岳も混んでるんだろうね、どうせ。でもまあそんなでもないか、そんなでもないですね。谷川岳到着です。まあさっきね休憩したばっかりなんだけれども、水場も結構混んでるかな、ひょっとして。まあ谷川岳到着で水を汲んですぐに出ます。こちら谷川岳の6年水ですね。関越トンネルの地中深部からっていうの、湧き出した水を導水したものです。6年経て、ね、ここに届くらしいですよ。これをですね、2リットルのペットボトルにね、入れていきます。すごい冷たい、ほらこれ、ほらなんか、ほら汗かいてるでしょ。冷たいからだよ多分。びっくりするぐらい冷たいね。これがね美味しいんですよね、やっぱりお水としてもね、すごくね。わー、いいねいいねいいね、あーいいねいいね。はいはい、うまい感じがする、すごく。谷川岳もねやっぱ人すごいですね。まあここはとりあえずね、この水を汲むだけで、あとはもう、ね、向かいましょう。はい、雨の谷川岳パーキングを後にします。ボッツニ定食とかちょっと食べたい気持ちはあったんだけど、もうお腹減ってないんだよねまだね。まあとりあえず関東方面にねさらに向かっていこうと思います。天気が悪いのがちょっと残念だね。新潟あんな快晴だったのにね、本当にちょっとびっくりですね。はい、谷川岳ありがとう、バイバーイ。パーキングみんな寄る感じになっちゃうけどね、なかなかパーキング大好きなんでね、楽しいですよすごく。はい、月夜野に入ってきましたね。また晴れてきたね。谷川岳のあたりだけ雨降ってる感じ。うん、またね青空が見えてきましたよ、群馬県。やっぱ晴れてくれた方がやっぱねいいですよね、走りやすくてね。まだちょっとパラパラは降ってて道路も濡れてるけどね、月夜の三国峠がやっぱインターになりますね。はい、赤城高原パーキングのねちょい手前ぐらいからちょっとした渋滞が始まりました。うわー、こんな群馬からはまるのかと思うとちょっとね愕然とするけど、まあ、赤城高原あと1キロなんでね、まあほんと楽しみながら僕は走っていくっていうタイプなんで、今日、まあ、今日急がないからね別にね。だからまあ赤城高原も寄っちゃおうかなと思います。まあ車すごいんだろうけどね、おそらくね、うん、まあ、入ったら出られなくなるみたいな感じだったりするのかな、大きなパーキングはね。まあ初めて出てくるスタンドのある、あ、越後川口もあったかもしれないけど、まあ一番この道中の中では大きなパーキングになりますね。赤城高原にしらちらっとね寄っていこうかなと思います。ここもまだねスタバとかはないんで、まあ、スタバにちょっとね寄りたいとは思ってるんだけど、まあ、寄るだけ寄ってね、まあちょっと休憩してまた走り出すような感じですかね。とにかくまあ渋滞がねもうやっぱり始まっちゃってますね。まあ、U ターンラッシュだったりするのかなといったとこでございます。現在は4時半ですね、4時半ぐらい。はい、もうねこれ入るところから混んでてね、参ったね。赤城高原やっぱり人気のパーキングではあるからね、うん、入る出るだけでもちょっと時間使っちゃう感じかな、うん、簡単にはやっぱり行かないねこういった時期はね、うん、まあ結構今日はね千葉に着くまで大変な道中がこの先待ってるかもしれないね。まあできるだけまあ楽しみながらね走っていくというのが、まあ、趣旨なので、頑張っていこうかなと思いますけど、とりあえずね赤城パーキング寄りますよ。赤城高原ね、あーがっつりだね。
高木高原パーキングね、やっぱりここもすごい人すごいね。駐車場はねもう本当にびっしり全然空いてない感じですね。いやーびっくりですね。中見てきます。スイカとかがね、かぼちゃ、あと野菜、キャベツ、まあ群馬はねキャベツ有名ですからね、トウモロコシなんかが売ってますね。暑いから首からタオル巻いてるんだけど、こんなにね混んでる赤木パーキング、やっぱ初めて見たね。やっぱすごいね、うん、この先まあ渋滞です、まあのんびり、安全運転で進んでいこうと思います。大変結構。はい、それでは赤木高原パーキングエリアを後にしましょう。うわすげえ、これ入る渋滞、入る渋滞すごいですね。いやーこれちょっと今ね、クールダウンしてね、ちょっとでも渋滞が緩和してるといいんだけど、おなんか入る時より空いてんじゃない。そんなこともねえか、どっかから必ずハマるね。まあゆっくり行きましょう。さっきよりでも順調な感じがするね。どうしたの、さっき何だったんだろう。ここはね渋川の夜景が見えるとこなんだよね。もうちょっとびっくりした。結構高台になっていてね、景色がいいところなんだけど、1キロ先から渋滞8キロ10分で抜けられるのかな。まあ結構途中詰まったり、まあね流れたり不思議な感じではあるんだけど、まあこの辺からまともに結構ハマるかなってとこですね。まあ10分で1回は渋滞抜けるのかもしれないですけど、まあちょっと渋滞ですね。まあしょうがないね、こればっかしはね。まあ渋川イカホイッターのね前後ね、渋滞が始まります。時速はもうほぼ0キロに近い感じになるね。まあねゆったり、まあ、付き合うしかないですね。はい、渋川イカホインターです。いやこれ結構今日大変かもな。まあノロノロだったり走れたりする感じではありますけど、ようやくね前橋通過します。なんか前橋とかこういうねやっぱところは混みそうだけど、逆にねなんだか知らないけど前橋とかこの辺ね流れてるんですよね。そしてその先のね看板、花園から坂戸西までね渋滞20キロ50分、これはかなりハマるね多分ね。まあ、まあもうちょっとでね上里のパーキングが出てくるんでね、一回入ろうかなと思っております。今のところまあ割と順調。前橋を過ぎると高崎ジャンクションが出てきます。北関東道ですね、宇都宮方面とか栃木方面ね、桐生太田、まあ、50号の方に行くにはね、50号だったっけな、そうだね、こっちね昔はなかったけども、こっちに行く感じ。まあ僕はね東京千葉に行くんでね、ずっと関越で行って、まあ順調であれば、まあ外環に乗ってずっと行く感じになりますけどね。目指すは船橋なんだけどね、うん、まあまだまだ先は長いです。とりあえずまあ群馬県ね、ちょっと渋川伊香保とかあの辺でねハマったんですけど、その後はとりあえず順調ですね、うん、思いのほか順調ですね。はい、そしてねまたジャンクションが出てきます。藤岡ジャンクションですね、上信越道とのね、分かれ目になります。藤岡長野方面ですね、上信越道ね、まあ、妙高とかからね関東向かうときはねこのね上信越道で来る感じになりますね。途中横川とか軽井沢のあたりとかね寄る感じで、非常にまあこっちの方の道もね楽しいですね。そして藤岡のね、パーキングなんかはね小さい観覧車があったりね、噴水が出てたり非常にね楽しい、パーキングなんでね、本当は行きたいんですけど、ね、そっちもねたまにはね。そして上里あと3キロですね、上里寄ります。そしてこちらですね、左の看板わかりますかね、欅が多分県かなのかな、県の木なのか、埼玉県に突入です。埼玉県、まあ結構すぐだったね、一回ちょっとね渋滞はまる感じがあったけどね。埼玉入ってね、この川を境に、利根川だっけこれ、川を境に、すぐにね上里のパーキングがありますよ。混んでることはやっぱ混んでるんだろうね。ここね釜飯、ね、横川のあのね、荻野屋の釜飯が買えるんですよね。まあ買うかどうか分かんないけどですけどね、ここスターバックスあるんでね、ここでちょっとスイカフラペチーノなんかが買えたら買っちゃいたいなと思う、今日この頃でございます。やっぱ混んでるね、どうしてもねこればっかりはしょうがないですね、どこ行ってもね。いやーガチャ込みかもしんねえ。あ、そしてこれ右側サルスベリの木じゃない、サルスベリだね、ピンクの綺麗なね花が咲きますよ。
猿滑りだね。上里到着です。ここね、スターバックスが確かあったと思うんで、寄れたら寄ろうと思うけども、車すごい、いやーすごいね、やっぱり。まあ予想通りだけど、はい、ここもね道路が濡れてますね。そしてガチャ込み、なんとか止めれたんでね、まあ良かったという感じでございます。上里パーキング、あ楽しいんだけど、中もガチャ込みですね。まあ、あちこちのなんか名産品が意外と売ってたりするな感じかな。なんか昔に比べるとコーナーちっちゃくなったけどね、ペヤングは群馬ですからね、なかなかいろいろ売ってますよ。そしてね、峠の釜飯、ね、売り切れちゃってるけど、これ初めて見た、峠の牛飯、これ知ってますか。これ全然知らなかった。これを前からね食べたいと思ってたんだよね。でも今日売り切れですね、残念ですね。釜飯しか売ってない。はい、とりあえず売り切れてなさそうだね。スターバックスによりますよ、これガブリスイカね、今ね結構話題になってますよね。とうとうこれ食べますよ、飲みますよ、どっち。いよいよ手に入りました、スイカフラペチーノでございます。いやー楽しみですね。早速いただきましょう。ではじゃあ、うわーこれほらほら、なんか、まあ、混ぜないで飲んでみようか。いただきます、スイカフラペチーノ。うまそうでしょ、すごい。スイカですよ、僕スイカ大好きですからね、前世カブトムシなんで。おー、うめえ、スイカスイカ、ボロスイカ。俺さ、多分本物のスイカが入ってるね。うん、あ不思議な味がする、うん、甘すぎず、うん、食感かなりありますね。あうめえ、おすすめ。これなんとね、キウイフルーツが入ってるみたいですね、うん、この食感はキウイらしい。でも美味しいよ、俺は好き。念願のスイカフラペチーノも飲めたことということでね、上里パーキング後にします。人すごいね、フードコートもね尋常じゃなかったですね、人ね。まあとりあえずね、まあご飯はもうちょい先かな。崎陽軒のねシウマイ弁当やっぱまだ食べたくてね、新潟で買えないじゃないですか。なのでまた次ね、おそらくすごい混んでると思うけど、三好もね寄ろうかなと思います。まあね、楽しみながらね進むのがまあ一番ですね。行きましょう。はい、本線合流します。まあ結構まだね、うん、そんなに渋滞は始まってないかなけど、今6時7分ですね。進めるどこまでとにかく進もうかなと思います。絶対この先渋滞ははまるんですけどね、まあとりあえずどんな感じか何とも言いませんが、ね、進みましょう。ずっとねちょっとね、結局いつの間にか日が落ちましたね。現在7時2分、まあナビにして到着のところまではまだ2時間、いやどれぐらいかな、1時間ぐらい着くのかな。まあずっとノロノロですね。だいたい3、40キロぐらいだけど、今ちょっと動き出したところ。まだね、高坂のパーキング。高坂とりあえずスルーしますね。三好までね、なんとかね、行こうと思ってます。まあちょっとね、今渋滞はまってたけど、また動き出して、すっかりね、暗くなりましたね。7時。まあ日が短くなったのかなってとこですね。そんな感じ。まあこのペースで、まだね、動いていく感じ。雨が結構ね、強くなってきた感じですね。まあとりあえずですね、まあ動き出した感じかなってとこですね。はい、すっかり夜も更けましたね。なんかねこの先は割と順調みたいですね。そして見えてくるのは鶴ヶ島ジャンクションですね。県央道で、まあ、八王子方面とかね、まあ、神奈川の方に行くにはね、まあ、これを使ったりする、ね、ことも多いかと思いますけれども、僕はね今日はまあこのまま順調であればね、外観ですね、東京外郭環状道路の方にね行こうと思うんで、ずっとまっすぐですね、練馬大泉の方までまっすぐ行って、外観に
それるようなルートで行こうと思います。その前にね、まあね、三好に寄ろうとは思ってるんでね。でもまあ、ちょうどですね、やっぱり花園からですね、先ほどまあ鶴ヶ島より手前、まあどこのあたりかな、かなりのね渋滞にははまりましたけれども、その後はねとりあえず順調ですね。この辺は本当にもう全然もうビュンビュン走れるといった感じですね。三好までは結構ねあっという間に着くんじゃないかなといったところ、まあ、完全にね、まあ、日は落ちましたね。現在7時9分ですね。その後は至って順調ですね。そして三好パーキングのね看板が見えてきました。あと1キロですね。 ETC の出口スマートもあるんですね。外に出れる感じ。まだ埼玉県だけどパーキングに入ります。いつもだとね三好パーキングとかめちゃくちゃ混んでるんだけど、今日は逆にね空いてるんだか、まあ、空きありってなってるからね、いつも混雑ってなってるのことが多いんですけどね、ここはね、そしてまあね群馬とか埼玉とかで渋滞にはまってね、まあ、ここ埼玉なんだけど、まあ、この辺もう中に、ね、近づくにつれて空いてるっていうのはね、なかなかまあこういうお盆のねこういったまあ現象でしょうね。はい、パーキングに到着。まあ混んでることは混んでるか、そりゃ、ね、そんな感じでございますね。三好パーキングにインです。まあそこそこ混んでるね。トラックも結構いるんだね、やっぱりね、お盆でもね。まあ物流はねやっぱり常に動いてますからね、基本的にはね。まあ混んでるは混んでるか。まあ、到着でございます。ちょっとまあね休憩ですね。三好もやっぱりね相当混雑はしてますね。なんかすごいね人。ここもね、まあ、近年綺麗になってね新しくなったんでね、まあすごく人気のね、パーキングでございます。おやつ、おやつ工事っていうのか。あとまあコンビニ、そして中にはねオートバックス、あとはフードコート、まあ、とにかく大きな、ね、パーキングになりますね。フードコートはね大盛況ですね。現在はそうだね、まだ7時台ですけれども、そしてなんか沖縄物産展やってますね。ほらチンスコートが買えるんですよね。なかなか楽しい。お、このほら沖縄そばのねカップラーメン、これ意外と美味しいんですよね。似てるけど違うんだよね、これね。内縄限定販売。あ、なんか買ってきたいね。面白いね、すごくね。沖縄フェアやってますよ今ね。さあ、なかなかほら普段は買えないやつですよね、こういうのね。沖縄のね海ぶどうとかも売ってるじゃない、ほらね。これどうなってるんだろうね海ぶどうね。海ぶどうこんな風にね長持ちするやつがあるんだね、びっくり。そしてサーターアンダギーかな。面白い。はい、それではですね、ちょっとまあお腹が減ってきたことは減ってきたんだけど、三好パーキングを後にしましょう。まあこの先ね割と順調みたいなんでね、やっぱり進んでしまった方がいいかなっていう話でですね、一気にゴールを目指そうかなと思います。まあ途中でまたねちょっとまあ詰まるところはあるんでしょうけど、外観からですね、まあ船橋、まあどこのインターで降りるのかちょっとわかんないけど、まあねナビの言う通りにですね、この先進んでいこうかと思います。とりあえずね、あの電光掲示とかで見るとこの先はね特にね表示が、渋滞の表示とかないんだよね。だから割とねすんなり行けちゃうのかもしれないですね。まあ、そういった、期待を持って、ね、進んでいこうかと思いますね。まあ、車結構まあ量は多いよね、でもやっぱりね。はい、三好からはね結構あっという間に着きます。飯座の料金所になりますね。いよいよまあね、東京に来たなって、まだね、埼玉県だけど、東京に来たなみたいな感じがね、しますけれどもね、まあさすがにね、交通量は多いんでね、ちょっとここでは、ね、詰まった感じはするけど、でもまあ、割と順調な方だよね、これぐらいでも、すっと抜けられるんじゃない。そして今日は全く、まあ、普通の、ね、平日に扱いになるからね、まあ、お盆の期間もね、休日割引は適用されてなかったんでね、まあ、同じことなんですが、いつもはね大体こう夜中に向かってきたり、仕事を終えてからね向かってきたりね、深夜割引をねあえて、その時間までねどっかで待ってとかなんだけどね、今日はまあね、
まあさすがに深夜割引まで待ってらんないんでね、普通料金で突っ込みます。6000円くらいかな、6440円ですね。あ、割引になってるよ、なぜだろう。割引の6440円なので、まあほんのちょっとのもしかしたら割引があったのかもね。まあ普通に3割引とか割引かれるとね、4850円とかそんな感じだったと思うんですけどね。まあほぼほぼ まとも料金ってとこかなってとこですね。はい、これからね外観に向かいますよ。はい、あっという間にね、大泉ジャンクションあと 500m ですね。外観に入りますよ。割と順調っちゃ順調だけど、ちょっと下でもね渋滞1キロみたいな、なんか、電光掲示がね表示されていたけれども、まあはまらないことを祈るね。まあ、とりあえずあとね40分ぐらいでね持ち場には着く予定ですね。外観も割と順調。まああのね、こういったね大型連休とかね、こういった時は割とね都内とかはねガラガラになりますからね、みんな地方に出てくんでね、まあ、途中の渋滞がちょっとね、ありましたけれども、まあ、とりあえず、ね、今のところは走れる感じですね。大泉ジャンクション外観に入ります。ほんとなんか都会に来たって感じはあるね。ほんとジェットコースターみたいだからね。そしてリムジンバスなんかもねこの辺は来るんだね。これは多分先取りなんだろうね。多分先払いだと思うんだけど、通行か、あ、いや先払いじゃないね、先払いじゃない。目いっぱい行くとどれぐらいなんだろうね。昔は外観でね500円払ってねどこまで行っても三郷までしかなかったけど、僕がね住んでる頃はね、まあ、20年以上前の話ですけども、今は多分ね距離に応じて、金額が決まる感じですね。順調ですね。全然渋滞も引っかかることなく、全くの、順調順調といった感じですね。すごい走れますね。あともう30分ぐらいで船橋に到着予定。まあ夜もうね真っ暗ですね。到着予定は8時半なんだけど、まあとりあえずね、まあ近くまでがゴール予定でね行こうと思ってんだけど、お腹が減ってきたんでね、まあ、向こうの方のねラーメン屋さんとかにね、まあ行こうかなと思っております。はい、そして川口ジャンクションですね。まあ、C2 かな、 C2 だと思うんだけど、これそうだね、 C2 中央環状ですね。平井大橋とか荒井宿とかね、荒井宿違ったけど、とか行く方ですね。ここもスルーします。千葉にね一気に行けるんでね、昔は三郷までしかなかったんですけどね、すっごい便利になりました。外観はねやっぱり結構ね、この連休とかを外してね来たりするときは大体結構混むんですけど、でもこういったときだからでしょうね、すごく空いてて、こんなに順調に外観走れるのはね久しぶりというか、久しぶりですね。やって順調ですね。これはね6号とのね分岐ですね。三郷ジャンクションですね。三郷、昔はねこの三郷までしかなかったんですけどね、昔って言っても本当に20年前とかだけどね、首都高6号線ですね。小菅とかね、小菅ジャンクションとかそっちの方に行くやつですね。そして常磐道ですね、茨城方面、水戸、柏方面ですね。ここもまあ僕はまっすぐ、まあ、ずっと行きます。今日ねやっぱりあのゴールをですね、元八幡のですね、成竹というラーメン屋さんをね、ゴールにしたいと思います。そこからはねもうすぐなんでね、はい、今日はねそこまでの道中をですね、まあ、まとめてですね、移動記録という動画 でね投稿させていただこうと思います。はい、看板が出てきたけど本当に分かりにくいね。これはちょっとなかなか判断つかないけれども、まだまだ先になりますね。でもあと10分ぐらいでね着く予定になってますね。外観至って順調ですね。はい、そしてですね外観市川北出口でね出ますよ。もう間もなく、いやー到着、途中どうなるかと思ったけどね、こうあの渋滞がねひどい区間があったからね。まあでもねあそこで時間相当食ったけど、とりあえずですね現在8時半ぐらい着いたんでね、まあ着くぐらいなんで、ね、無事にね今のところ良かったです。市川北インター
しくて立体的な道路、この辺はね。そして ETC ここで反応します。1000円、ジャストジャストって珍しいね。でもね、しばらくまっすぐ行くのかなってとこですね。はい、そして14号ですね。これは東京方面に行くとね、蔵前通りになるのかな、多分蔵前通りになるんじゃないかな、まあ、千葉街道と呼ばれてるやつなのかな。14号に入りますよ。14号左に行くとね、もう間もなく、ね、元八幡になりますね。まあ、以前はね、あの娘が元八幡に住んでたからね、本当によく来たとこ、よく来たルートではあるんですが、で今はね、まあ、引っ越しちゃったんでね、でさらに今回また引っ越しということでですね、まあ、この辺はちょっとまあ久しぶりに来た感じですね。元八幡界隈になります。はい、元八幡駅界隈にね入ってきます。ちょっと回り込む感じになりますね。右がね、もう元八幡の駅になりますね。次の信号を右に曲がって、まあ、間もなくゴールといった感じ。なりたけやってるといいけどね。まあ、こういったお盆の時だからね、ちょっと何とも言えないけれどもね、まあ、向かってみようかと思います。街はやっぱり結構ガランとしてるようなイメージはありますね。元八幡駅前になりますよ。まもなくゴール。結構やっぱり時間かかったね。5、6時間はかかった感じかなってとこですけど、まあ楽しみながらですね、やってきました。いかがだったですか。こういったね、移動記録の動画はですね、割と毎回ね、こうね、撮ってる、趣味で撮ってる感じがあるんですが、非常にまあこういったの後でね、見返したりするとなかなか自分でもね、ああ、こんなとこともあったなっていうのはね、思い出としてですね、まあファイルに記録していくような感じでございます。ちょっとね、狭いところ入ります。ここ一方通行ですね。成田ラーメン、こってりラーメンやってますね。オレンジの看板が、成田でございます。そしてこのね、向かいに駐車場があるんでね、ここに入れて、ゴールでございます。はい、というわけでこういったね、移動記録の動画は過去にもね、たくさん上げてます。ぜひね、過去動画も見ていただいてですね、チャンネル登録、グッド評価、コメントなど、ぜひね、入れていただけると、非常にありがたく思います。というわけでこのこってりラーメン成田の動画はですね、別動画でね、また撮らせてもらおうかなと思いますので、そちらの動画もですね、見つけたらぜひ見ていただければと思います。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。